明けましておめでとうございます。小林美希です。明けましておめでとうございます。アシスタントの平野恵子です。明けましたねはい、2022年令和4年です。はい、なんかもう分からなくなりませんか。そうですね、何年だったからみたいな、本当にぐらい早いんですけど、小林さんも早いっておっしゃったから、はい、あっという間の1年だった。あっという間の1年でしたね、本当に。まあコロナも長かったですし、うん、はい、その間にね、選挙もあったり、そうですね、岸田総理が誕生したり、うん、はい、というわけで目まぐるしく昨年ね、はい、状況が動いてたので、はい、どんな年にしたいと思ってらっしゃいますか。そうですね、あの今年は今デジタル庁の副大臣、はい、そして規制改革、行政改革の副大臣ということで、まあ岸田政権が成長と分配と言ってますが、はい、特にこの成長を担うのは、あの私の分野だと思ってますので、はい、あの皆さんにとって身近な部分で、うん、あ、デジタルになって便利になったなということであったりとか、あ、ルールが変わって、うん、あ、自由に活動しやすくなったなと、そう思ってもらえるような、はい、あの成果をあの出していきたいと思ってます。はい、ちょっとそういうのは苦手だわとか、はい、というふうにまだスマートフォンを持っていらっしゃらない方とかっていうのもですね、はい、あら、デジタルって便利なのね、じゃあ使うわっていう、はい、こういうふうに気持ちさえ変わるような、そうですね、そんなのが嬉しいですね。はい、だし理想的なのはデジタルを使ってるって感じなくても便利になってる状態が、おお、なるほど、はい、理想的かなと思ってますので、もう空気のような存在で、ああ、でも本当そうですあのね、道路とかがあって便利だわってみんな思わないじゃないですか、はい、当たり前に道路があるっていう、はい、まあ、そういうふうに社会のインフラにこのデジタルっていうのがなってきてるので、うん、はい、まあ、それがあのもっと行き渡ってですね、うん、皆さんがいつの間にかあの無駄なことがなくなって、はい、自分の趣味だったりとか、うん、まあ、仕事だったりとか、うん、家族との時間がもっと作れると、こういうふうになっていくといいかなと思ってます。あ、時間に余裕、そうですね、最高のご褒美ですね。まあでもそれが一番ねいいですよねはい、本当にそうですね、自分の視野も広がりますね。はい、と、まあ、時代がどんどん変わっていってるので、はい、まあ、少し先のことを考えるっていう時間も必要になってきてますから、はい、あのそういう意味でも今やってるものはなるべく短縮できたら、まあ、いいかなと思っていきますので、はい、まあ、なんですけど、あのデジタル庁がですね、はい、9月にできたばっかりで、いきなり0人の組織が500人になったばっかりですからそうですね、まだですね、はい、フェーズ1が終わって今フェーズ2にちょっと移行中かなと、はい、なので今からやっとちゃんとした組織になっていくっていう段階なので、はい、あの分かりやすい成果も出しながらもですね、まずはいい組織を作っていくっていうことを、うん、あのこの夏までにしっかり仕上げていきたいというふうに思っています。そうするとこれから10年20年ですね、うん、この国がずっと良くなっていくっていう仕組みになると思います。言っちゃいましたよ、夏までって、はい、結構短いですよ。そうです ね、まあ、でもほっとくとですね、あのいろんな省庁が新しくできてから、はい、ちゃんとした組織になるまでだいたい2年半ぐらいかかってるんですよ、だからほっとくとそんぐらいになっちゃうので、あのそうならないように、うん、あの早く、はい、ま、巻いてやっていきます。 PD に、はいはい、年末までに一応あの組織作りのプランを一定作ったので、うん、まあ、これは年明けからどんどんやっていけば、あの早く立ち上がっていくかなと思います。さ、そんな小林さんの今年のですね、一字は何でしょう。まあ、やっぱりあの結果の結、結ぶという字ですかね、うん、はい、とにかくやっぱり結果を出して、うん、あ、こういう未来ができるんだったら私たちも、はい、一緒に行こうかなというふうに思ってもらえるような前向きな気持ちを作っていくのがやっぱり大事かなと思ってますので、今年もこの結ぶという字にこだわっていきたいと思います。はい、期待したいと思います。はい、さあ、この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜は木彫り漆芸作家でいらっしゃいます森川夏夫さんをお迎えしています。森川さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。森川さん、改めまして、よろしくお願いします。はい、そして、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、こちらもさて、森川さん、木彫り、はい、そして漆芸ですね。はい、漆ですね、これは。はい、これはいつからやってるんですか。これはね、私が退職してから、はい、あの何か趣味を持とうと思って、うん、あの40代の時に、木彫り教室一日体験があったのを思い出しまして、うん、はい、それで調べたら福山の天満屋に教室がありまして、そこへ1年半ぐらい習いに行きましたら、うん、はい、
天満屋の教室がなくなりましてね、はいはい、で岡山にの先生だったもんですから、岡山に来ればなんとかなるぞと言われたんで、はい、そこに2年ぐらい行きました。おで 2年ぐらい行きましたけどもね、ちょっと遠いなということで、もう私一人でやりますということでやめたんですが、うんうん、できた作品に漆を塗ることができなかったんで、はい、あこれは漆も塗らなきゃいけんなということで探したところ、はい、またこれがね岡山の先生が見つかって、はい、なるほど、そちらに行って約6年ぐらい通いましたね。へえ、はい、岡山で遠いもんですから、うん、1日行って4時間の工程なんですけど、はい、午前中習って2時間、うん、午後2時間ということで、うんダブルでやってもらいました。なるほど。先生の倍速で。はいはい。すごいですね。それで6年だから12年行ったということになって、あ先生は言われました。なるほど。だけど、技術は半年、あの6年ぐらい。いや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 。まあ、それで今の、今に至っております。へえ、はい。まあ、今日ここにあの作品を持ってきていただいてますけど、はいはい、まずあの、このイチョウのですね、はい、これは何て言ったらいいんですか、物入れっていうか。これはね、はい、菓子器です。あ、菓子器なんですね。はい、これ、これはね、はい、私の生徒の作品なんですよ。こちら側のイチョウの方がですね。はい。はい、この生徒はね、一番よくできます。うん、できております。すごいですね。言った通りに彫って。もう、とっても細かい細工で。これがね、漆を今2回塗ったところです。もう2回塗ってあるんですね。はい、でこちらのね、はい、色がついた部分が、ええ、これは私が作ったものですけども、はい、これは15、6回塗って、はあ、ようやくこれになる。こうなるわけですか。はい、1回塗ってから必ず研ぎをして、はい、また塗って、はい、研ぎをして。研ぎってのは何ですか？研ぎというのは、サンドペーパーで水研ぎとか、はい、空研ぎとかして、ええ、あの艶を出すように。あ、1回漆塗ったら、はい、その漆の上を、少し撫でて、はいはい、艶を出して、はいはい、でまたその上に漆を塗って、はあ、はい、1回塗って乾くまでどれぐらい開けなきゃいけないですか？1日半から2日ぐらい。あ、待たなきゃいけない。はい、で、今何回塗ったって言ってました？この完成品の。15、6回。はい、そうするともう、漆塗って待ってるだけで1ヶ月。そうです。だから、彫るのにこれが約1ヶ月ぐらいかかって、はい、それから塗って、のが1ヶ月だから2ヶ月ぐらいかかります。はい、その間にもう次の掘りをして塗りながらとか。なるほど。はい、工程を少しこう分けて並行して進んで、はいはい、こうやって色もつけられるんですね。はい、これも漆の色なんです。あ、これも漆の色なんですか？はい、漆にね顔料というものを入れて、はい、白いのは白い石の顔料。はい、あの日本画で使う顔料ですね。あ、それを漆に、ね、練り込んだものを漆の専門の会社が販売してます。チューブに入ってますから。昔はね、これは作家さんが一生懸命練って30分ぐらい練るんですよ。それをする点は今はありません。なるほど。はい、これは技術が進展してだいぶ楽になったと。そうですね。だからチューブだから出して、必要なだけ出して使えるという簡単な漆になっておりますけども。漆はちょっと香りますからね、はい、素人の人がおいそれと使えんと思いますし、うん、だから漆というのは塗ってからにほっとったら乾かないんですよ、はい、あ、そうなんですか。室というものの乾燥庫に乾燥室に入れて湿度と温度とを28度の温度、うん、70% の湿度にして1日半ぐらいでか、はい、これが乾きます。へえ、はい、これ普通になんか寒空に放置しとけば乾くって全然乾きません。ずっとベタ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 しております。あ、そうなんですね。はい、へえ、普通に乾かすというのは、はい、水分を飛ばすというイメージがあります、ね、そうですね。だけども漆は水分を飛ばすんじゃなくて水分を与えるんです。あ、で温度を与えてやって、へえ、漆の成分が固まってくる。あ、そういうことなんですか。はい、それ固まったものを研ぎをして平らにしてやって、うん、それを回数重ねると艶が出てくる。から1回2回だったらボケた墨を塗ったようですね。はい、うん、全然なんか艶感とか仕上がりが違いますもんね。はいはい、まあそういう意味でやっぱり彫る力も必要なんだけど、この漆を塗る技術も。塗るのでね、だいぶ作品が出来上がり自体が違ってきますからね。へえ。ボタンなんですけども、はい、ボタンのあのグラデーション、はい、白とピンクのね、うん、でピンクだけ塗ったんじゃ変な
花になる、はい、うん、白だけだったらなんか物足らねえ、うん、いうものがありますんで、でもほんと細かいところまであれですよね、この裏も裏もね、ちょっとこれは金箔、金粉です、金粉、はい、すごい、うん、これはあれですか、漆と金粉でやるんですか、漆を塗った上に、はい、あの透明漆を塗って、はい、その上に金粉を巻いているんです、あ、はい、すごい、なんかこういう見えないところにこういうのがまた、ちょっとね裏返してみてくださいと、だから、うん、ここが固定した時には必ず手に取ってみてくださいという、うん、あ、普通の固定は作品に触らないでくださいというんですけども、はい、うんうん、僕の場合は手に取って彫りの深さ、はいはい、あの漆の艶を見てくださいと、うん、とお客さんが戸惑っておられますよね、まあ、そうですよね、こんな立派な触っていいのかしらみたいな感じなんですけど、あ、で蓋があればね、お客さんはね中を見てみたいんですよ、うん、それを触ったらいけんやったら、なんかもうちょっと物足りない、うんうん、僕の場合は必ず触ってください言って、はい、ちなみにこの木彫りによく使う材料とかってあるんですか、はい、これはね、はい、あの全部私の場合は、はい、あの土地の木を使った生地屋さんというのがあるんですよ、これは徳島の方にあるんですけども、はい、まあ種類として大きさも含めて300種類ぐらいはあります、その中から菓子器がいいなとか、お盆がいいなとか、はい、あの踏み箱がいいなということで、うん、自分で選んでインターネットで注文したら送ってきてくれる、うん、なんで土地の木なんですか、あ、これはね、木、あの漆を塗った時に木目も出やすいし、うん、はい、掘るのに柔らかさがちょうどいいんです、ああのヒノキはちょっとやぶすぎ、はい、杉の方はもろすぎる、うん、欅だったら硬すぎる、うん、これが一番掘りやすい柔らかさ、うん、で小学校の頃にホオノキの、 あの板に年賀状を掘るのがありますね、うん、あれはホオノキなんですけど、うん、これは柔らか、これもちょっと柔らかすぎるんですよね、それで木目があまりないということで、はい、これが木目が出るように、ああ綺麗に出るんですね、はい、でもなんか面白いですね、いろんなものが作れると、これ柿、柿の色も葉っぱまで、葉っぱまでね、でお客さんがこれ見られて、はい、あ、これはヘタをつけたのか言うと言われるんですけど、はい、いやいや掘って残してあるんですよ、うん、いうものです、本当に綺麗な柿ですよね、うん、まあ、このね色を出すのがなかなかね、うん、漆は乾いてみて初めてちょっと水分を与えると濁ってきたり、はい、うん、で水分を与えすぎるとボケてくるんです、はあ、だからあの先ほど言ったように 70% を湿度をキープするような室というのが必要です、はい、でその乾いた状態の色の具合を想像しながら、そうですそうです、何度も何度も、はいはい、これと混ぜ合わせのこの色でこれぐらいの色にしたら乾いた時こういうぐらいの色になるなというのは、はい、まあ経験ですね、いやなんかその何ていうか技が凝縮されてるのがこの、はい、これお盆って言っていいんですか、これは盛り木ですね、あ、盛り木、まあこれに刺身でもいいし、はい、寿司でもいいし持っていただいてみんなで取って食べると、そういう意味での盛り木、盛り木です、ちょっと今私が持ち上げてカメラの前に行きますけど、このまあ、真っ黒な艶やかな漆のお盆の上に、はい、こう斜めにデザインが入ってるんですけど、はいはい、これは彫って出してる、はい、あの漆を何回か塗ったものを、はい、今度はあの彫刻刀じゃなしに、うん、あののみのようなもんで削るんです、はいはい、引っかいて彫るんです、なるほど、漆は硬いからね、はい、あの引っかかずに、うん、前に押して出してやったら、はい、滑ってから傷が変な格好になるんで引っかくんです、あ、引くんですね、はい、ちなみにこの盛り木、はい、お盆ですけど、これ何層塗ってるんですか、はい、漆を形を作ってから黒を塗り始めてから、はい、黒最後の黒が終わるのが77、78回は塗ります、そうですね、これなんと表がありますけど、はい、72と書いてありますね、72ですね、塗った日にちも書いてます、はい、はい、で上からこの色がずっとあって、はい、途中に赤があったり黄色があったり緑があったり、はい、これがあの一番下の層からこの色で塗ってるっていう、そうです、
それで赤を塗っとるのは、これ塗らなくてもいいんですけども、はい、あの赤の次に白塗って黄色塗っとるんですが、うん、黄色 が、はい、が出てきたら、ほじくった時に、はい、黄色が出たらやばいよということで黄色塗って、うん、もうちょっと掘ったら今度赤が出ますから、はい、赤が出たらその作品がもうおジャンパーになり失敗よと、はい、失敗になるから、そういうのに気づくために、はい、あえて入れて、はい、入れなく、赤は入れなくてもいいんですけども、うん、僕は入れただけです。なるほど。だからここの黒の表面に対して、はい、ここの削ったところに緑が出てるのは、はい、この何層目だろう、40層目ぐらいが出てる、そうですね、ことなんですね、はい、すごいですね。同じあの緑の色でも4回から5回、うん、まあ約4回は塗りますね、はい、そしてまた色がちょっと濃い緑をまた4回、次にもちょっと濃い色、グッと濃いのを塗っていきます。それを作る前に一応構想として、こういうふうな格好でこの掘ったら何ができるかなというのは、これは、うん、アジサイをイメージしたんです。ああ、アジサイの花。なるほど。へえ、すごい。それを浮き立たせるために、うん、縦に竹のようになっとるんで、お客さんよくこれは竹かいのと言われるんだけど、はいはい、あの四つの丸があるのが、うん、アジサイの花びらをイメージしております。いやー、すごいですね。本当にこれを作るのに1年8ヶ月ぐらいはかかります。1年8ヶ月。最初何もないものから作りますんでね、石膏で作っといて、それに漆と和紙と麻布を貼って3、4ミリのものを作って成形して色を塗っていくという格好です。すごいですね。本当杉谷作品にこれ売らないんですか？うん、必要な方であれば売ります。あ、はい、売っちゃいましたよちなみにおいくらなんですか？まだ値段決めてません。オークションした方がいいかもしれない。いや、これ本当素敵なあれですよね。ね、いや、すごい。お料理好きの人なんか、絶対欲しいかも。たまんないでしょうね。グルメの人がね、ね、うん、使ってもらえば、いつでもお渡しします。ね、はい、あら、全国放送しちゃいましたね。ね、結構です。はい、ではちょっとこのあたりでブレイクです、はい、今夜は木彫り出現作家森川夏生さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで素敵な作品がもういっぱいなんですけど、これを展示する、はい、あの木彫り出現展というのを開催されると。はい、あの僕はちょうど今77歳に6月になりましたんで、おめでとうございます。それを記念して、はい、あの森川夏を木彫り出現展、はい、やらせてもらうように計画しております。喜寿記念ということで、はいはい、これ1月の15日ですね。1月の15日から19日まで、はい、5日間、はい、9時から17時、はい、を予定しております。場所は、場所は鴨町の鴨福祉会館の方でやっております。入場は無料です。無料なんですね。ちなみに作品は何点？あの77の年に合わせて77点、はい、私が提示しております。すごい、はい、すごいですね。まあ見てもらうだけの数はあろうと思います。いや、それはもうね、はい、その場で買いたい人は買えるんですか？あのご案内にもしてるんですけども、はい、来て見て触って、ええ、あのご希望ならお譲りしますというふうにやっております。すごい、はい、お値段はその場で相談ですかね。その場で相談ね。もうそれは値切ってもらっても結構です。そんなすごいですよね。ちなみにもう一つ今日作品出していただきました、はい、これはまたキラキラしてるのは、これはこれは貝ですね。あ、螺鈿、螺鈿と言います。貝を貼って、はい、漆で表面をならして。すごいですね、はい、これ宝石です。宝石、まあ、宝石箱ですね。箱として作っている、はいはい、これもまたこの宝石箱二重になってですね、はい、二段になる、たくさん入れてもらうために。あ、はい、でもこの2段目は後から作った。後から僕が作りました。下はもともと。下はもともと、あの、生地屋さんから買った時の格好ですね。はい、だからもうこの格好で箱にはなってて、はい、漆はもちろん塗られてない状態で。え、真っ白系です。ああ。で、来るわけですね。はい、これだから、すごいぴったり、はまるように作られてると。作った時はね、ガボガボなんですけども、はい、漆を塗って、何回か塗って、
それにぴったり合うようにちょっと考えながら作って。いやすごい。まあこれは気持ちいいですね。なんかこれ向き変えると入らないですよね、はい、ぴったり府中の炭素のイメージ。あああのね、炭素閉めるとこっちが開くみたいなね。いやすごいですね。この技の細かさが感じられる作品ですけど、こういうのが77点あります、並ぶということで、はい、これあのやっぱり本人に案内してもらうと全然違うと思うんですけど、はい、ご本人がいる時間といない時間ってあるんですか？ずっとおります。ずっといるんですか、はい、もう休憩なくて大丈夫ですかこれ？休憩はないです。休憩ない、はい、もう9時5時で9時5時でお客さんが来られたら、はい、ずっと立って皆さんと、はい、お話しながら、それが楽しみなんですよ。なるほど。個展はね、はあ、最終日だけ3時で終わらせてもらいます。後片付けがありますので、はいはい、最終日は3時と、はい、だから初日が1月15日の土曜日、土曜日で最終日が19日の水曜日と、はい、水曜日です。あ、すごいですね、無料で見れちゃうんですか、ね。まあ、土曜日曜のね、あの、はい、お仕事の方も来てもらうために土曜から始めました。なるほど、はい。まあ、でも喜寿記念でこの展覧会開かれるってことですが、はい、あの喜寿を迎えての今年1年、はい、またこれをやりたいなと思うことがあればぜひ。今年はねコロナでね、はい、自粛で教室の方もあれなんで、うん、今度はコロナが終われば、はい、生徒さんと一緒に、はい、たくさん作品を作って、生徒の作品とともに、うん、展覧会をしたいと思います。あ、いいですね。というわけで生徒さん全然まだ募集中ですか？募集中です。今府中の方の教室もですね、今、はい、あの福山から教室がちょっと転院しましたもんですから、はい、まだ今受講生がおられないんで募集中です。はい、というわけです。講座の方は8人おられますけども、こちらの方は作品をどんどん作っておりますんで、はい、なるほど、はい、じゃあぜひ気になる方は一度展覧会に行っていただくといいかもしれないですね。そこでもあの受講のご案内もさせてもらっておりますから、はいはい、たくさん来ていただきたいと思います。ぜひ、じゃあ1月15日 の、はい、あの福山市の加茂福祉会館やってますからということで、気になった方は森川先生のもとに、はい、見てくださいということで、ね、ますますたくさんの作品作られて活躍されるのになってますので、本当にありがとうございます。今夜のゲストは木彫り漆芸作家森川夏夫さんでした。お値段がつけられないぐらいですね。え、あの工程を聞いたらいくらになっちゃうんでしょうね。本当ね。え、いやすごい手間暇と技が入ってるんで、そうなんです、びっくりしちゃいましたね、うん、お譲りしますってひょって言われたから、みたいな、本当に大丈夫なのかなみたいな。でもね、あの買われた方は本当に大切になさると思いますね。すごい工程ですか。いやすごいですよ。一度なんかこれをね、誰か動画で撮ってちょっと解説してほしいですね、どんなことやってるのかっていうのを。あ、そうですね、うん、密着取材をやってほしいなと、はい、でびっくりしたのは、私ちょっとご自宅の方に工房にもお邪魔をさせていただいたことがございましてね、はい、室っていう、はい、その漆を乾かすところ、そう、はい、それご自分でお作りになってるんです。へー、もうびっくりしてしまって、すごいっすね。しかも作品がこう回転するようになってるんです。ああ、ちゃんとすごいですよね。さっき言ってました、全部自分でやるんだって言って、はい、エアコンも自分でつけるって言ってました。あ、そうですそうです。器用なんですね。すごいですよね、はい、本当に。まあ、はい、この前向きさと、はい、ね、また先を考える、退職したら何しようかなってこう、ね、準備してたっていうのもね、またいいですよね。そうです ね、 ね、はい、でも生徒さんは器用じゃなくても大丈夫っておっしゃってましたよ。あ、なるほど、はい、練習すればみんなにもできるように、はい、作品ができる。まあでも話も分かりやすかったから、教え方もね、分かりやすいでしょうね。上手なんでしょうね。まあ、ぜひ森川さん会うと前向きな気持ちになりますから。あ、そうです ね、 ね、ぜひ作品展行ってみてください。15日からです。はい、それでは今夜もお相手は小林美希と、アシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りしました。